それでは線形代数1の第8回の授業を始めます。まず前回の授業のまとめです。前回は行列のランクについて説明をしました。まずこの行列の列基本変形から始まって、行列の階数標準形が存在すること、そして階数標準形が一時的に存在することから行列のランクという概念を導入しました。そしてランクに関する性質をいろいろやった後で、連立一時方程式の解の存在や一時性をランクの言葉で説明するとどういうふうに説明できるかということについて紹介しました。で、あと最後の方では行列式の導入を行いました。で、今日はその行列式の定義に用いるその置換という概念について紹介したいと思います。教科書では3.2 節ですね、65ページからですので、確認してください。それでは置換の話に入りたいと思います。まず、置換とは何かっていうことなんですけれども、集合ですね、この1から n までの自然数を集めた集合をオメガと書きます。で、置換というのは、このオメガの元 i から j、i と j は全部これ1から n までの自然数ですけれども、この i から j への対応付けのことを置換と言います。その数学リテラシーなんかで皆さん習った写像とも言えますね。置換とは写像のことです。で、例えばオメガとして1から5までの自然数からなる集合をオメガとしてみましょう。そしてこのオメガからオメガへの対応というのをこんなふうに定義したとします。与えられた数字が左側に並んでいて、それに対してそれぞれの数字にどの数字を対応づけるかっていうのを、この矢印の先ですね、右側の方にある列にある矢印の先の数字に対応づけるものとします。例えば 1には2を対応づけるとかですね、2には5を対応づけるといった具合です。で、こういったその1個の数字から1個の数字、オメガの元の1個の数字から1個の数字を対応付けた写像のことを置換と呼びます。で、これをこの対応置換のことをですね、シグマという記号で表します。で、まず先にですね、この置換を何に使うかってことについて少し先回りして解説しておきます。この置換はですね、行列式の定義に使います。で、じゃあ行列式にどのように使うかってことなんですけれども、それにはちょっとですね、行列式がそもそもどのように定義されるかってことをちょっと知っておいた方がいいと思うので、ちょっとだけ紹介しますと、行列式とはですね、その行列の成分をですね、各行及び各列から1個ずつ選んで書けたものの和を取ったものが行列式なんですね。例えば、上の A っていう行列がありますと、例えば1行目からは1列目、2行目からは3列目、3行目から2列目の弦を取って掛け算したものが1個取れると思います。で、実は、この取り方をですね、いろいろ変えて取るんですね。で、その時の取る時のルールっていうのは、その各行から全部必ず1個は成分取ってきますよと。で、かつ各列からも成分を必ず1個取ってきますよということなんで、その行と列が重ならないようにこう3つの成分を取ってきて積を作ると。で、そういう組み合わせがいっぱいできます。で、その全部の組み合わせの積の和ですね、これが行列式となります。で、この時にさらにちょっとややこしいんですけれども、この成分の選び方ですね、成分の選び方によってそのかけた成分の積を足すときに、その符号をですね、プラスにしたりマイナスにしたりするんですね。だからマイナス1をかけたりかけなかったりして加えるわけです。で、それはちょっとあるやっぱり数学的な根拠に基づいて行うんですけれども、そのときにこのマイナス1をかけるかかけないかの判断に、これから今日述べる置換が用いられます。大体こういうストーリーで、置換っていうのがどんなものかっていうのを勉強して、行列式の定義に進むという流れになっているので、確認しておいてください。さて、そのシグマですね、今先ほど定義した置換っていうシグマという持つ性質なんですけれども、まず一応ちょっと基本的なところから確認していきますと、まずシグマは写像ですね。写像っていうのは何だったかっていうと、その任意の、
オメガの弦 i に対してある弦 j をただ一つ対応づけるというものでした。まあ、これ多分数学リテラシーでもまあ、習ったと思いますけれども、そういうですね、f が a から b への斜動っていうのは、f が a の弦 i に対して b の弦 j をただ一つ対応づけるというものだということになると思います。じゃあ、斜像というのを理解する上では、例えば、じゃあ斜像じゃないものは何かということを考えること。それは数学においてはしばしば有効です。つまり定義を満たさないものを実際に作ってみるわけですね。で、さあ、これはですね、実はここで定義されたシグマは斜像ではないんですけども、これはなぜでやっぱ皆さんわかりますか？ちょっとまだよくわかんないよって人いますか？どのぐらいいますか？皆さん、だいよく分かった。いいですよ。全然恥ずかしくない。いいです、いいです。なんで斜像じゃないかっていうと、その左側の数字1個に対して、斜像だと右側の数字は1個だけ対応させなきゃいけないんですね。例えば、この定義だと、左側の数字1に対して右側が1と2っていうふうにこう2個対応付けられると。こういうものは斜像とは言わないわけです。左側のものが1個決めたら、右側のものは必ず1個決まると。いう定義にしておくのが斜像なんですね。だからまずそこが基本的なところですので確認しておきましょう。で、じゃあ次の性質ですね。このシグマの持つ性質なんですけども、シグマは前斜もしくは上への斜像と呼ばれます。で、これはどの J にもある、どの J に対してもある i から数字が移ってくると。いうことを言ってるんですけれども、まあ、ちょっとこれも一応復習しておきましょう。と、まあ、ここで一応数学リテラシーにあったような定義書きましたけれども、F、まあ、A と B っていう集合があって、F が A から B への斜像であったとすると。で、この時 F が前斜であるとはどういうことだったかっていうと、まあ、2の A と B の弦に対して、ある A の弦が存在して、A から B に弦が F で弦が移りますよってことを言ってます。ではちょっとこれを図で表しますと、なんか、まあ、ベタなベン図です、みたいな図ですけれども、例えば集合 A と B がありますと。で、A から B に斜像 F がありますと。で、この時に、この F が前斜であるとは、この B の勝手な点を取るわけですね。勝手な点を取った時に、ここに F で移ってくるような A の点が必ず存在するという時に、この F を、前斜と言います。もしくは上の斜像と言います。じゃあ、シグマが、じゃあ、前斜でない例はどんなものかというのを逆に考えてみると、前斜が理解できると思います。これは、シグマが前斜でない例ですね。ないんですけれども、さあ、これなんで、このシグマ前斜でないと言えるでしょうか。どうですかね。じゃあ、ちょっと種明かししますと、先ほど前斜の定義っていうのは、これ、左側のオメガから右側のオメガへの斜像なんですね、シグマは。そうすると、このシグマが前斜であるならば、この右側のすべての数字に対して、このシグマで移ってくるような左側の数字がどっかに存在してなきゃいけないんですね。ところが、これ見てみると、その1っていう右側の弦には、左側の1、2、3、4、5から全部1に移ってきますよと。でも、2、3、4、5っていうのは、ここに移ってくるような左側の弦っていうのは全然存在しないわけですね。ですので、こういう斜像は前斜とは言えませんというようですね。で、まあ、だからまず、まあ、痴漢ではこういうことはありえないということを確認しておきましょう。で、次、シグマの持つ性質の3番目は、シグマは単斜、もしくは1対1斜像と呼ばれるものです。で、これは、もし、シグマの数ですね、i と j が等しくなければ、そのシグマによっては、同じ数字に移ることはないということを言っています。一応、もう少し一般的な斜像での単斜の定義はこうなります。a と b を集合として、f を a から b の斜像としましょうと。で、この時に、f が単斜であることの定義は、その a の弦 i と j に対して、i と j が等しくなければ、それを F で移したものは等しくならないということが、には定義ですね。で、また、同値の条件として、その対偶も成り立ちまして、もし、B の方で、この移ってきた弦、FI と FJ が等しいならば、
移る前の元 i と j も等しいですよっていうことも、同値な定義として言えています。さて、まあ、単車の定義ですね。一応図で書くとこんな感じなんですけれども、もし、この、b のですね、元 fa と fb が等しいならば、移ってくる前の元 a と b っていうのも等しいですし、まあ、対偶として、この a の元 a と b が等しくないならば、これを移した2つの元も、まあ、等しくないというのが単車の定義です。じゃあ一応、これを踏まえて、じゃあシグマが単車でない例っていうのをちょっと考えてみると、また理解が進むと思うんですけれども、実は先ほどの前者でない例っていうのは単車でない例でもあるんですね。で、なぜこれが単車でないか、皆さんわかりますか？単車の定義からちゃんと言えるでしょうか？で、一応単車の定義に従うとですね、そのもし左側の数ですね、1と2っていうのを取り上げると、1と2は等しくないですから、もしシグマが単車だったら、1を移した数と2を移した数は等しくならないはずなんですね。でもこの写像だと、1は1に移るし、2も1に移るから、これは単車とは言わないというわけです。というところを一つ一つチェックしていきましょう。ということで、以上をまとめますと、その今の1番、2番、3番から、このシグマという写像は、まあ、前者かつ単車なので、前単車と言います。で一応、前単車という言葉も復習しておきますと、まあ、A と B を集合として、F を A から B の写像としたときに、F が前単車というのは、まあ、その字の通りですね、F は前者かつ単車であるということを言います。だから一応、前者とか単車という言葉と、その概念をですね、押さえておきましょう。ということで、一応、以上の性質を踏まえて、一応、痴漢の定義をですね、確認しておきます。教科書ですと、66ページの定義の 3.2 というところにあります。一応、痴漢の定義を確認しますと、このオメガというのを1から n までの自然数の集合としたときに、この、オメガからオメガへの前単車、これをオメガ上の痴漢と呼びます。それからあと、このオメガ上の痴漢っていうのは作り方によってたくさんこう考えることができるんですけれども、そうするとその痴漢全体の集合っていうのを考えることができるわけですね。でこの痴漢全体の集合をオメガの対象群と呼びまして、これを S オメガとか SN というふうな記号で表します。で、ここで群っていう言葉が出てきました。とこの群っていうのは、まあ、皆さんこれまでの、授業の中でちょっと出てきたかどうか明らかじゃないんですが、一般にはその集合の各元に演算が定義された代数的構造の一つなんですね。で、どういう演算かっていうと、この痴漢に対してですね、積っていう、積を、掛け算を定義します。積を定義します。で、その写像の積って何だっていうことで初めて聞く場合、時には多分ちょっと疑問を持つかもしれませんけれども、まあ、そのようにしてですね、数学ではそのいろいろな対象に対して、その積とか足し算とか掛け算とかそういう演算を定義することによって、こう、その、世界のいろんな構造を調べたりとかですね、それから形作ったりして理論を作っていくということがあります。ここではその痴漢の、まあ、積っていうのを考えて、まあ、その積をいろいろ使っていくということになります。